こんにちは、アノムです。パープルプリやっていきます。今回は、ループガチャハッピーバレンタイン、鉢植えパフェ、ドモン、キヨンかな、いきたいと思います。ということで、ドモンちゃんの別バージョン、なんと、この速度でやってまいりました。で、ドモンちゃんに関しては、SR 以上確率アップ、そして、走塁の練習改革がついたみたいです。で、出現率がアップしていて、確率 23%。かつ、ループになってます。SR1 枚確定、PR1 枚確定、そして、SR のドモンか PSR の、20% でドモン確定という感じのガチャになってます。で、金徳は、変化ないようです。情熱エールと一級入魂、または精神的支柱になってるみたいです。で、ミート、肩力の上限に走塁練習改革なので、まあもう最終走塁キャラと、いう感じなんじゃないですかね、エジプトの。というふうに思っているので、まあ、小筆とは何だったのか、さあ、行きましょうか。しかも、鍛錬になってるからね、結局。お願いします。他の舞。こーい。ドン、こーい。PSR 欲しいな。テーブルわからんけど。似たような子が来ましたね。はい。まずは、レイリーからでした。これでも追った方がいいんかな？どうなんでしょうね。で、チャンス、アンダ製造機をまくる。まあ、変わってないですね、解くのは。金徳化しただけですね。で、タック70の試合経験点 10% か。まあ、多分そんなにめちゃくちゃ強いタックって感じじゃないかもしれない。まあ、PR なんでね。まあ、SR 手に入れてから、いろいろと分かってくるのかなって感じです。行きましょう！お願いします。元々のイベントとかも強いですからね。普通に、おーい、渋い。てか、さっきの R だったのか、じゃあ。じゃあタック強いんじゃないか？気のせいか。得意練習率アップ、70% か。うん、多分 100% あるかなってぐらいかな。まあ、50になったらどうこうみたいなのはあるかもしれないので、まあその辺ですよね。はい。さあ、ラスト。SR 以上 PSR 1枚確定。ちょっと PSR 欲しいな。虹！あー、来ない。まあ。虹は来ませんでしたが。これワンチャンあるかな？ワンチャン会ってくれるとめちゃくちゃ助かるんだけど。まあ。はい。ということで、SR のドボン出ました。で、練習効果20、そして走塁練習改革精神ボーナスの効果。タックに関しては、おわ、20で 110%。これは強いという感じでね。多分50になるとまた何かしらの基礎ボーナスが入るテーブルになるのかなっていう感じですが、まあ45でも正直十分そうな感じの性能してるかなっていうふうに思います。これはめちゃくちゃ強いですね。あとは、情熱エールと一級入魂が、まあ前みたいにね、パワー上げとけば確定なのかっていうのもすごい気になるところかなって感じですけど、まあ、これは、100% 入ってくるかなっていう感じのテーブルしてますね。で、ゴブリンと組んで、肩も多分106にできるのかな。なんかそういうところまで考えると、これはいるなーって感じですね。ちょっとドモンの解放やりましょう。いや、あとはこれか。PSR の確定がちょっと今が保管庫あれなんで引けないので、ひとまずはちょっとドモを解放していこうかなって感じです。どうもこれ強いな。マジで小筆とは何だったのか。強すぎて笑ってる。走塁か。走塁でドモン先輩が SR 選択してるよね。さっき手に入れたよな。あ、いた。まあ、前のバージョンももうもはや入れていいんじゃないかなっていうふうには思うので、ちょっと PR ください PR ください。打撃前指で女の子、これで出るかな。 OK で、これを解放していきましょう。いや、これはマジでめちゃ強いですね。普通にレイリーとかいらんかったな。サブアカ、レイリーのおかげで、まあ、いい選手できたから、それに関しては何のあれもないんだけど、レイリーとかいらんかったな状態になってる。すんよ。
鉢植えの方を開放してるわ、僕。大丈夫かな。まあ、PR、まだ、追いガチャするかもしんないしな。って感じか。うん、追いガチャした方がいいような気はしてきた。マジ強いよ、これ。はい、ということで、3回放になりました。これはありがたいですね。これ 100% やな。はい。で、とりあえず PR がプラゴンになったんで、これは1枚入れようかな。っていう話と、あとはないのか。まあ、45で十分そうな感じはしますね。まあ、キソボナがどうしても欲しければ、そこは頑張った方がいいかなっていう感じですけど、現状はまあ、十分かなっていう感じはしますね。多分テーブルの、この内容の一番下の基礎ボーナスがつく。そしてタックはもう純粋にめちゃくちゃ上がっているので、まあほぼ倍になってるんで、まあ鍛錬になったっていうのもありますけどね。なんかそういう強さはやはり見逃せないかな、エジプトではって感じですね。うわぁ、これ、じゃあどうなるんだ、デッキ。エジプトやばいことなりましたね。ちょっと多分ここに、こういう感じで、まあ入ってくるとして、で、上限がミートと肩になるので、まあ僕、ゴブリンがまだね、肩の上限2か。じゃあ、誰かと組んで、あと106にできればって感じか。っていうところでしたね。なので、まあ結構こう、いろんな方がこれでまた組めるんじゃないかなというふうに思ってます。まあそもそも、こう、ミート106にできるっていうのも大きいですし、あとは、まあ、誰でもいいんかな。いや、結構、幅広がりましたね。まあ、本当に、楽しみだな、デッキ組むのっていう感じなので、まあ、ここからどうしていけるかっていうところになるんかな、というふうには、個人的には思ってます。まあ、今のところは、誰でもいいんじゃないかな。まあ、ワーちゃん入れたりとか、まあ、補給のところが空いているので、まあ、そこに噛み合うようなキャラも刺さなきゃいけないので、まあ、打撃、かな。うん。石沢演武とかでもいいのかな。なんか本当に誰でもいろんなキャラが入れられそうかなっていう感じですね。まあこうなってくると、遊戯王のキャラたちどうしようかなっていう悩みも、まああるかなというところですかね。まあ遊戯とかガミートと、あとは守備の条件かな。まあこれだったら守備のワーちゃん入れてもいいんかな。そしたらパワーと補給うまく組めるんで、そうすると、ミートパワー、そして補給。ま、かなり、守備か。ま、かなり綺麗に106も組めて、まあ、強そうかなっていうふうには思います。まあ、個人的にはめちゃくちゃ引き毒ガチャっぽいので、ちょっと僕も45は最低作った方がいいかな、なんていうふうに思ってます。まあ、エジプトやるんならねっていうことで。まあ、追いガチャするんであれば、追いガチャ動画を上げようかなっていうふうに思ってます。ぜひぜひ皆さんのご感想もお聞かせいただければ嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。